旧駅舎東口鈴目駅は、栃木県宇都宮市鈴目の宮一丁目にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。東駅宇都宮駅間の距離は 7.7km で、宇都宮線内の栃木区間では、最長、東北本線全体でも3番目に長い区間である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と、新宿駅経由で、 横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。JR 東日本ステーションサービスが受託する、業務委託駅。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。二千六年七月九日のダイヤ改正に合わせて、 ホーム有効長が延伸され、15両分となった。現在は10.15両編成の列車が停車する。校内にあったキオスクは2017年8月1日を、もって閉店。スイカ対応自動改札機、指定席券売機、駅員不在時対応として、改札窓口、多機能券売機、自動生産機脇に、インターホンが、改札脇に乗車駅証明書発行機が、 設置されている。発車メロディは1番線が定築桜井音楽工房の CU はゲインで2.3番線が定築桜井音楽工房のシンコペーションが使用されている。ただし4両編成の列車は発車ベルを鳴らすスイッチが周辺にないため流れない。アトス放送導入直後までは A 楽電気製の緑の風と 希望の鐘が1998年から2005年11月16日まで使われていた。その前は浜千鳥とスミレの花咲く頃が使われていた。アトス放送導入前は列車接近放送の冒頭にムーンリバーが流れていたが、前車は放送装置更新、後車はアトス導入に伴って消滅した。旧駅舎時代から両ホームの古戦協協には、 鉄道院時代の古戦橋門柱が街灯のように改造されて残されており、鉄柱には明治45年7月製造及び合資会社、高田商会、柳島製作所の名が刻まれている。現在、この鉄柱は、京城駅車下の際に茶色に塗装され、時刻表掲示板のフレームに改造されて設置されている。また、同じ鉄柱が、 京浜東北線大森駅、東口広場に保存されている。東和市宮駅の上りの高架線路側近には、新幹線用と在来線用の保線基地があるのと同様に、東駅の東側の駅構内にも、在来線用の河川柱、無電化線線路を備えての設備はないが、東北新幹線の線路と橋脚が隣接しているため、新幹線用の河川柱、無電化線 線路を備えた設備がある。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は3312人で、ある。栃木県内の JR 線の駅では、宇都宮駅、小山駅、栃木駅、野木駅、石橋駅に次ぐ、第6位である。なお、近年の推移は、以下の通りである。鈴目宮駅停留場及び、 鈴目メ駅入口停留所にて関東自動車が運行する路線バスが発着する。東口バス発着場新駅舎建設及び駅周辺の区画整理時に東口にもバス発着場が整備されたが2017年現在で東口を発着する定期運行の路線バスは運行されていない。2014年から2017年までは試験的に 東の交通により、インターパーク、宇都宮南、もうかし方面行きのバスが土曜、休日に限り運行されていた。注車区出店。ありがとうございます。